はい、それでは皆さん、時間が来ましたので両院議員総会始めていきたいと思います。今日は全国幹事長会議で、全国から出てきていただいた皆さん、熱心に、それこそ前向きに、さまざまな議論をしていただきました。ちょっと時間が長引いて1時間予定よりも遅れて、この総会開かせていただきますが、幹事会の皆さんについてはそのまま残っていただいて、後ろで多くの皆さんが傍聴をしておっていただきます。ご苦労様です。よろしくお願いをします。それではそれからもう一つ、もう総会ということでありますので、今日はマスコミの皆さんもフルオープンで、ここで取材をしていただくことになっていきます。よろしくお願いします。それでは本日の両院議員総会、27日の両院議員総会の確認に基づく開催ということで始めさせていただきます。改めてですね、27日の両院議員総会では、民進党は地方組織を含めて現状を維持をしていくということ、それから両院議員総会として前原代表の辞任の意向を受け止める30日に再度両院議員総会を開催し結論を得るということ、そして代表は30日の全国幹事会終了後に判断を表明するということでありました。で、そのことを受けて実は先ほど前原代表から辞任の申し入れがございました。で、その思いを改めて代表の方からまずお話をいただきたいというふうに思います。お疲れ様でございます。先週の金曜日に両院議員総会を開いていただきまして、そして皆さん方にご決定をいただいたものを前提に、今日後ろにおられます全国幹事会を開いていただきまして、4時間にわたる熱心なご議論をいただきました。貴重なご意見で私がお答えをするものもあれば、新たな執行部で引き取っていただくものもたくさんございました。私はこの総会をもちまして代表の職を辞任をさせていただきたいと存じます。全国幹事会まで代表を務めさせていただいたことに心から皆さん方に感謝申し上げたいと思います。短い期間でしたけれどもお世話になりました。ありがとうございました。それでは測りたいと思います。ただいまの代表のご自身の態度表明を両院議員総会として了承するということで確認をいたしますが、異議はございませんか？はい。それでは代表の態度表明を受けて直ちに新代表の選出の手続きに入っていきたいというふうに思います。事務局の方から文書を配布をさせていただきます。はい、このメモに基づいて要点だけを少しお話をさせていただきます。前回の両院議員総会懇談会のご発言の大半は1日に開会の特別国会までに新代表を選出をすべきであるということでありました。これを踏まえるとですね、党員サポーター参加の代表選挙や臨時党大会による代表選出を行うことはできず、お配りした文書にあるように
党規約第12条第6項公団に基づいて両院議員総会における代表選出を行うべきと考えます。でこの方法により選出された代表の任期は来年の9月までということになります。明日31日火曜日の15時に代表選出の両院議員総会を開催することとし、当日12時から13時までを立候補受付時間とし、立候補する議員はその旨を記した書面に党所属国会議員20人以上25人以内の推薦人名簿を提出いただくこととします。総会においては各候補者から7分間の所信表明を受けて無記名投票によって選出することといたしたい。当日は投票券との引き換えに使用するために各位の名刺を複数枚ご持参をいただきたいということであります。以上ですが、これを提案したいと思いますがいかがでしょうか。よろしいか。はい、異議なしという言葉をいただきましたので、この方法で選出をしていきたいというふうに思います。以上、これを決めました。それではですね、せっかくの機会なんですがその他ありませんか。はい、どうぞ。前原代表お疲れ様でございました。私一言だけ、実は昨日私は仙台である会合があったときに、一連の私の知りうる範囲 のことを皆さんにお話をさせていただきました。でその方たちが、前原代表は本当に素晴らしい政治家だと、男らしいというふうに言っていただいた言葉がありましたので、そのことだけはお伝えをさせていただきたいと思います。今後ともご指導よろしくどうぞお願いいたします。はい、その他なければこれで終わりますがよろしいですか。はい、それじゃあ新しい代表の選出に向けて、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。